モミラクトン B は、稲の根で生産されるアレロパシー物質の一種である。稲苗の根によって、高濃度で生産されることが、明らかにされている。モミラクトン B の生産はまたイ、稲イモチ病菌の感染や、紫外線の照射に応答して誘導される。最近、人大腸癌に対して、細胞毒性並びに高腫瘍活性を示すことが、明らかにされている。化合物名は、 化合物が管理された、モみと分子中のラクトン構造に由来する。類縁体として、モミラクトン a 及び c が同定されている。稲から管理された、天然物の,のうち、15種類がファイトアレキシンであることが、示されている。これら15種類のうち、モミラクトン B を含む14種類が、一般的に、ゲラニエルゲラニルル二ン酸から生合成されるジテルペン、である。 ゲラニルゲラニル二ン酸モミラクトン B の生合成の第一段階は GGDP の新コッパリル二ン酸への感化である。この反応は GGDP の末端オレフィンへのプロトンの負荷によって開始される。新 CDP シンターゼをコードする遺伝子は2004年に発見された。この遺伝子はアサイク1と命名された。イネゲノムデータベースによると アサイク1は2004年に発見された第4、染色体上のオリジナルサウンシピーズ4と一致する。第2段階は、新 CDP のー β ピマラマイナス7、15、ジエンへの感化である。この段階は二リン酸元の脱離によって開始される。この A 型シクラーゼを行動する遺伝子は2004年に発見された。第4番染色体上に位置するオスクス4は、 ファイトアレキシン合成と関連する遺伝子の一つであることが示唆されている。紫外線照射後、オスクス4メッセンジャー RNA レベルが劇的に上昇する。9β ピマラマイナス7、15次炎の参加と続く、ラクトン及びラクトール形成によって、モミラクトンが得られる。これらの参加を担う遺伝子は不明であるが、 第4染色体上のシクラーゼ遺伝子の金傍に P450 モノオキシゲナーゼ遺伝子が同定されている。これはモミラークトン B の生合成に関わる完全な遺伝子クラスターが稲の第4染色体上に位置していることを示唆している。単理の際に決定された立体科学は生合成に関する文献に記載されたものとは異なっている。 本校のモミラクトン B の立体科学は生、合成文献に基づいている。ありがとうございます。